映画館では今日も新作映画が公開されている。一体誰が映画を見張るのか、一体誰が映画をウォッチするのか、映画ウォッチ超人シネマンディアス歌丸が今立ち上がる。その名も週刊映画辞表ムービーウォッチメン。 What did he see? What did he feel? Which movie will the Cinnamon Diaz review about?さあ、ここから夜11時までは映画評論コーナー、週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今劇場で公開されている最新映画を映画ウォッチ超人ことシネマンディアス歌丸がウキウキウォッチング、その監視結果を報告するという映画評論コーナーです。今夜扱うのは先週ムービーガチャマシンを回して決まったこの映画、ホドロフスキーのデューン。エルトポ、ホーリーマウンテンなどのカルト映画で知られるアレハンドロ・ホドロフスキー監督が70年代に制作を試みた幻の SF 大作デューンをめぐるドキュメンタリー。ホドロフスキー監督本人のほか、監督のファンだというドライブの監督ニコラス・ウィンディング・レフィンなども不登場。またメビウス、H.R. ギーガー、ピンク・フロイド、サルバドール・ダリ、オーソン・ウェルズ、ミック・ジャガーといったそうそうたるメンツとの裏話も飛び出すということでございます。はい、ということでホドロフスキーのデューンね、もう見たよというリスナーの皆さん、またの名をウォッチメンからの監視報告いただいております。メールの量は、まあ、正直いつもよりちょっと少なめでございます。ただまあ、公開規模決して大きい映画ではございませんし、まあなんていうんですかね、ある程度その映画史というかね、ちょっとしたリテラシーがいりそうな題材であるということで、まあ、間口が決して広いとは言い難い、作品ということからするとかなり多めの方とも言っていいんじゃないかと思うんですけどね、と。で、感想は、ほとんどの人が高評価。これだから作品に対するっていうかね、部分もあるんでね。はい。まあまあでも手がかね、ちゃんと作ってある作品だと思いますけどね。高評価ってことでございます。デューンという幻の映画、その凄さがよく伝わってきた。ホドロフスキー監督自体がめちゃくちゃ魅力的。とてもチャーミングで、パワフルで監督のファンになった。ものづくりの勇気をもらった。とにかく元気が出た。などの意見が多く、ネガティブな意見は一日しかなかった。いうことでございます。あとですね、新宿シネマ借りてヒューマントラストシネマ有楽町渋谷プリンクでは、これね、僕ちょっと後から知ったんですけど、今日の初回上映会に限り、劇場窓口で、この番組のね、通称タマフルの予習に来たというと、その場でプレス資料がもらえるというキャンペーンが独自に開催されて、予習に来たっつってプレス資料、バッジとかじゃなくて、予習に来たっつって資料をもらうっていう、完全にもう、受験みたいな、スタイル。まあね、これちょっと何かね、お役に立て、見る側の方にとっても、まあ、工業的にもね、プラスになったならありがたい限りですけどね。ということで代表的なとこご紹介いたしましょう。ラジオネーム X リードさん、26歳男性。なんといっても驚きは、未完に終わった映画なのに、後世の映画に強大な影響を与えているという逆説。この映画は存在しないのに、完成されなかったがゆえに獲得されたこの永久不滅性。初めて見るホドロフスキー本人の魅力といったら、映画とは無双、当人、ね、まあこう、わーっと、財産を使い尽くす、当人という魂の解放についての実にスリリングなワクワクドキュメンタリーでしたというご意見でございます。一方イマイチだったという方、ゆきつさんかな、ゆきつさん33歳男性、初めて投稿させていただきます。今年から役者を目指しているものです。あ、そうですか。今ね、塾講師をされながら頑張ってください。ホドロフスキーのデューン見てきました。僕の評はあまり良くなかったです。映画の冒頭のインタビューのシーンで関係者たちが、デューンはスターウォーズや2001年宇宙の旅に影響を与えた偉大な作品だ。2001年宇宙の旅は違いますね。それは違う。2001年は逆。2001年よりすごくなったのにってことですね。時間軸的に2001はもう出てますんで。はい。当然見る方もどんだけそのデューンって作品はすごいんだと、がぜんその気になってみました。ですが映画の大半で見せられる内容は、制作を主導した関係者たちのとにかくすごかったといった印象論や、彼らがスタッフ&キャストと交渉した際の面白いエピソード等で、デューンという作品そのものの凄さはほとんど伝わってきませんでしたと。で、まあその歴史の関連のところも、まあそのユキツさん的にはちょっと説得力を感じなかったと、ストーリーボードのところを重ねるところも。ということで、表現者としてのホドロフスキー氏には、辛口な表現になってしまいましたが、人物としての彼は、ビッグマックをパクついて自分の話を聞かないピンクフロイドに切れたエピソード、とかですね。まあ要するにお話、非常に面白くてですね、茶目っ気たっぷりの気に組めないおじさんといった感じで好感が持てましたと。で、現代の若いクリエイターたちも勇気と元気を与える作品だと思いました。こういうところはまあもちろん認めているというところでございます。あとですね、こんな方からもいただいてますよ。
こんばんは。先日の小出祐介のナンバーガール特集で伝説とまで言っていただいたユニバーサルミュージックの鴨慶太郎ですね。もう伝説的アンドある鴨さんつってね、もう手掛けた人みんな聞いたらひっくり返るよっていうね、鴨さん。まあ今ね、小出君と一緒に仕事しますけど、ベースボールベアと小出さん、鴨さんどうもありがとう。鴨さんもあれですよ、お会いした時にですね、歌丸さんになんかが喜ぶようなお土産をつってくれたのが、ヤングジェネレーションの主題歌というフレーム込みの7インチシングルをくれたんです。もらったらいいんだけど、ちょっと待ってください、ヤングジェネレーションに主題歌ってありますかっていう要は日本で勝手にその宣伝用に出したそのシングルみたいなのがあって、それをいただいているの。鴨さんありがとうございます。その説は、で鴨さんね、エルトポを80年代中頃劇場で見ました。週に1回、この辺のエルトポを公開時の話も後でちょっとしようと思いますけど、週に1回は劇場に映画を見に行く自分ですが、上映後席を立てなくなるほど感情を動かされた映画体験は後にも先にもありません。僕が担当するアーティストには無理やりエルトポの、DVD を押し付け、人にはエルトポを見た人と見ていない人がいると言って感想を強要します。リアクションは大体微妙ですが、この映画を見てなぜエルトポがここまで自分の思想、人生観まで影響を受けたかが、分かりました。ホドロフスキーにとって映画は人の意識、価値観を広げ変えるべきものであって、2時間前後のエンターテイメントではなく、もはや霊的な体験の場であるということなんですね。これからはエルトポとこの映画の DVD を無理やりやっぱり無理やり新人のアーティストに育成のために押し付け感想を強要したいと思います。いや、素晴らしい新人育成方法ではないでしょうか。はい、ということで皆さんありがとうございました。ホドロスキーのデューン、私もですね、今回そのこのタイミングでヒューマントラストシネマ有楽町行きましたし、ちょっと前にね、早めに実は見せていただいたりもしたんですが、でもうあれですよ、僕ヒューマントラストシネマでもうもう T シャツ買って、もうバッジをですね、もう最近もうずっとそのデューンのバッジつけて歩いてて、もう完全ホドロスキーモードっていうか、デューンモードっていうね、感じでございます。ホドロスキーのデューンってまずタイトル聞いただけで、ある程度の映画ファン、特に SF 映画とか好きな人だったら、あの話だっていう、ちょっとピンときたと思うんですけど、つまりホドロスキーのじゃない方芸人のデューンがいるわけですよ。デビッド・リンチ版というよりは、ディノ・デ・ラウレンティス、プロデューサーのね、ディノ・デ・ラウレンティス版、デューン砂の惑星、84年の映画化というのがあって、一般的にはこれ、失敗作とされていると。ちなみにその、砂の惑星デューンね、元は小説で、フランク・ハーバートさんという方の SF 小説、非常に有名な古典とされているような小説で、この小説自体がもう、そもそもいろんな作品にもう影響を与えていくと。例えば分かりやすいところで言うと、宮崎駿さんの、風の谷のナウシカは相当この砂の惑星元のね、小説の例えばその環境エコロジー的なその何ていうのかな、世界観というか、問題意識の持ち方とかも含めてものすごく影響を受けている作品でございますというようなのの映画化で、デビッド・リンチ監督、ディノ・デ・ラウレンティスの84年のデューンっていうのは、これは皆さん存在はご存知だと思うんですね。で、なんとなくこう半笑い感で迎えられる。デビッド・リンチはその後、ブルーベルベットで、要するに本文に戻って、自分の撮るべき映画の世界に戻ってきて、非常に評価をもう一回戻したからよかったんですけど。それは誰もが知ってるデューンの砂の惑星があるんだけど、その前に、実は、アレハンドロ・ホドロフスキーによってデューンの映画化が進められていたという話は結構知られている。それも、後に映画館に多大な影響を及ぼすようなスタッフたちとスタッフィングと、あとその考えられないような豪華っていうか異色なキャスティングで作られてたって、これは結構その要は関係者があちこちでいろいろ語ってたので、以前からその話自体は割とこう知られていた。例えば、はい、ということで今日はね、すごくね、僕も気合い入れて歴史的資料をいっぱい持ってまいりました。私の、フル雑誌コレクションからですね、本日はですね、何個か持ってきたんですけど、ホットドッグプレス、昔講談社から出たね、ポパイのフォロワーですよ、ホットドッグプレス1979年8月号、これホットドッグプレスの創刊2号になります。ちなみにホットドッグ、当時ポパイでですね、原田雅人さんね、今映画監督活躍されて、原田雅人さんのハリウッド映画レポートっていうのがあって、非常に面白かったわけですよ。でそれに対抗して、こちらホットドッグプレス映画コーナーはですね、中古真嗣さんって方があって、これ以前ね、推薦図書特集で中古真嗣 SF 映画表修正っていうのをプッシュしましたけど、僕らの世代非常に影響大きい方でございます。中古真嗣さんがこちらホットドッグであって、その中古真嗣さんが日本公開直前のエイリアンのレポートをしてるわけですね、リドリー・スコットの。で、このもう
ホットドッグプレスの記事自体がもう今で言えばもう映画批評家ってぐらい濃いわけですよ。中越慎二さんがやってるから、メイビウスとかクリス・フォースとか、そのもちろんギーガーの、もちろん今回の作品ね、ホドロスキーのデューンドキュメンタリーに登場する、いろんなアーティストたちのコンセプトアートなんかも持ってる非常に濃い7ページの特集が組まれてて、でその中でも特に目玉がですね、ダン・オバのインタビュー、今回の作品でも出てきますね。ダン・オバのといえば、まあ、元はそのジョン・カーペンターと作ったダークスターという作品ね、今回もそのあれホドロスキーが知るきっかけとして出てまいりました。まあ、これでジョン・カーペンターとダン・オバのは喧嘩別れしちゃうんだけど、まあ、その後エリアンの脚本、原案脚本として、まあ、非常に名を知られ、とかね、まあ、ゾンゲリア脚本やってたりとか、ブルーサンダーであるとか、スペースヴァンパイアであるとか、トータルリコールであるとかね、まあ、監督としても当然バタリアンであるとか、ヘルハザードとかですね、まあ、要するにもう俺たちのダンオバノンですよ。どの界隈でか分かんないけど、俺たち界隈でも俺たちのダンオバノン、ダンオバノンのインタビューをして、しかもそのエイリアンの完成直後でもうね、その、要は分かってない制作者とかとの戦いでファイティングでもう疲れ切って体調崩して入院して点滴打ちながら、見てください、このあのガウン着て点滴打ちながら病室でインタビューを受けている。これ写真後で、まあ、あげますけど、どっかであげますけどね。でそのインタビューの中で、まあ例えばエイリアン の, その当初の監督だったリドリー・スコットの前に監督だったウォルター・ヒル、ウォルター・ヒルが SF なんか相性悪そうじゃないですか。ウォルター・ヒルがもうあのギーガーのね、後にそのエイリアンのデザインとか、そのギーガーのあいつの絵薄く見悪くて俺嫌いなんだよとか言って、ウォルター・ヒルがグズグズ言ったからギーガーの参加が遅れたとかね、そういう悪態が疲れてるんだけど、まあ、とにかくその、ギーガー、あとそのメビウスですね、後ほど出てきますけど、まあ、フランスのその、バンドデシネのもう有名な作家ですよ、メビウス。そしてクリス・ポスといったそういう人たちがですね、実現できなかった砂の惑星デューン以来の仕事仲間だから気心も知れているって、こういうふうにここで発言が出てくるわけ。ちなみに1979年の時点ではデビッド・リンチ版もまだ作られてませんから、あ、デューンの映画化なんてのがあったんだって、まあ、ここで初めて知る状態ですよね。はい。で、ちなみにこの1979年、この8月ホットドッグプレスでダン・オバノンがインタビューに答えてる時点では、おそらく今回のドキュメンタリーには出てこなかった話だけど、デューンの話は一旦リドリー・スコットに行ってる時期だと思うんですよ。で、リドリー・スコットが脚本を原作にはない、近親相関設定を入れたいっつって、で、原作者の、フランク・ハーバートが激怒っていう、多分その時期じゃないかなと思うんですけど、はい。でですね、まあ、その発言がもともとも79年の時点でそんな発言があったりとかですね、あるいは最近の資料でもですね、日本版だと竹書房から出てるエイリアンコンプリートブックって、まあ、分厚いですね、まあ、エイリアンファンがこうね買っちゃ う, こう本がありまして、この中でも、まあ、今回の作品に出てきたあのギーガーが書いたハルコンネン男爵の城、ね、後にプロメテウスでモロノが出てくるっていうね、アートワークと一緒に、まあ、ダン・オバノンが、まあ、例えばその、ホドロフスキーのデューンに参加して、で、クリス・ボス、メイビウス、ギーガーみたいな企画が進めているけど、頓挫したっていう話。このね、本の書き方がいいですよ。このような途方もない夢、これ、ホドロフスキーのデューンについてのコメントですよ。この、エイリアン本のね。このような途方もない夢は、明らかに映画よりももっとスケールの大きな異次元向けのものだったのだっていうね。これってもう、これこそホドロフスキーイズムですよね。もう映画の枠を超えちゃってる妄想だっていう、まあ、カッパしてるわけですけど。で、まあ、その、頓挫しちゃって、ダン・オバノンがその一時期精神を病んでしまうんだけど、友人のロン・シュセットさんと一緒に前から温めていた、まあ、モンスターものの脚本を完成させて、最初メモリーとやって、それがスター・ビーストって言われて、後にエイリアンになっていく脚本を。で、その中には、デューンの中で、作ってる時に没になったアイデアも盛り込んでる。おそらくこれね、中でははっきり書いてないけど、最後に脱出ポッドの中にまだエイリアンがついてくるって、そこの下りだと思うんだけど、それなんかも盛り込みつつ、エイリアンになってって。で、後に、そのメビウス、クリス・ポース、そして最後にギーガーっていう、その、ホドロスキーのデューンチームも合流してっていう過程が、もうこのエイリアンのメイキング本にも載ってたりするわけで、ということで、ホドロスキーもデューン作ってたんだってねっていう件は、まあ割と知られた件ではあったんです。ただ、それが実際どんな映画だったのかっていうことに関しては、やっぱり当然ながら、関係者以外の人にはほとんど我々にはもうほとんど全く想像がつかない状態だったわけですよ。どういうことっていう。なので、まあ、今回のホドロスキーのデューンというドキュメンタリー、まあ、作りで言うと、まあ、過去に、すでに起きてしまった何事かを限られた素材の中で、まあ、インタビューであるとか、あるいは残されたスケッチであるとか、まあ、そのスケッチをアニメ的に動かしたりなんかして、まあ、なんていうんですかね。こう、できるだけこう、限られた素材の中から再現してみせるっていう意味では、このコーナーで扱った映画の中で言うと、シュガーマンにすごい、まあ、近い作りの映画だと思うんですけど、で、まあ、ドキュメンタリー。なので、
まあ、どんな映画か分かんなかったです。みんな知ってたけど実際どんな映画か分かんなかったのをまず知れるってことですね。これだけでもう歴史的価値が半端じゃないドキュメンタリーなわけですよ。要するに映画史上最も有名な未完の大作の一つ、これが完成公開されていればその後の映画のいや世界の歴史もだいぶ違ったものになっていたのではと無双される、ような破格の一作と。これだからその例えばスターウォーズが実際に影響を受けていたってこれも間違いないでしょうけど、それ以上にこれがブレ公開されて例えば仮に間違ってヒットとかしちゃってたらスターウォーズがまた違う形になってたかもしれないというか、スターウォーズのヒットなかったかもしれないわけだから、それはもう世界が違うってことじゃないですか。我々がもうスターウォーズが当たり前にある世界っていう、というような破格の一作をまあ、断片的ながら非常に具体的な絵も提示するわけですよね。その、もうストーリーボードというか絵コンテはもう細密にそのカメラの動きから何かもう描かれてるわけですから、それをアニメ的に再現してみることで、まあ、大盛り、しかもキャストもこうですよっていう、例えばね、アルコンネン男爵っていうのがさ、こういう絵ですよ、こういう衣装ですよっていうそのメビウスの絵があるわけですよ。それがもうまずありえない衣装なんだけど、いや、こんなアホな、こんな太った人間のこんなアホな衣装ってないかっていうところにその実際のオーソンウェルズの絵が重なると、あるかもっていう感じ。見えてくる。なんて要するに非常に具体的な絵も提示することで、まあ、観客それぞれが脳内で多分きっとこんな映画だったんだろうっていうくらいには擬似的に再現できるようになっていると、いうこと。まずこれでは非常にこう歴史的な価値があるし、それとですね、プラ加えてその後の映画などにいかにその巨大な影響を残したかっていうこともま確認込みで、つまりこの今回のこの検証再現ドキュメンタリーによって初めてですね、ひょっとしたら実際にこのオドロスキーのデューンが公開、完成公開されて普通に歴史過去の一部、要するにまあ人によっては失敗だねとかなんとか、まあ普通の映画のように扱われて埋もれていくよりもずっと幸福だったかもしれない、作品表現のあり方っていうのが今回のその検証再現ドキュメンタリーで初めて成立したっていう、今回ので初めてホドロスキーのデューンが完成したっていう、そういう歴史的な意味合いということ、そしてその全ての前提として、まあ、これはもう否定的な人も認めざるを得なかった部分でしょう。そもそもホドロスキーという人の圧倒的なもうカリスマとかあんまそういう痛みは面白さですね。このジジイ面白いという、こと、ほとんどアイドル的なチャーミングさ込みのマスの面白さっていうのがまあ堪能できるところというところで、非常に面白いと。もちろんアレハンドロ・ホドロスキー入門としても最適。いきなり多分今もう2010年現在でホドロスキーの作品いきなり 見るよりはこれを見てからまあ見た方がひょっとしたらいいかもしれないということで、入門編としても最適ということで、あえてここまでアレハンドロ・ホドロスキー本人についての説明っていうのは、まあ、あんまりしてこなかったんですけど、ひょっとしたらこう僕の年代より10歳下以下だともうひょっとしたら全く分かんなくなっちゃってる可能性あるかもしれない。まあものすごいざっくりならまずは何よりも今でこそねカルト映画カルトムービーって言葉まあ軽々しく使われますけど、元祖カルトムービーカルト映画って言葉が最初につけられた映画といってもいい、エルトポという作品1970年を作った人ってことですね。まあいわゆるそのニューヨークでミッドナイト上映深夜上映で、上映されて熱狂的な人気を巻き起こしたと。あの実はこの番組の中でエルトポの話は一回だけ軽くしてるんですよね。ローンレンジャーという映画を使った時にジョニー・デップ演じるトントというですね、まあインディアンね、まあ、劇中でインディアンって言ってるからいいでしょう、がまあ馬に乗ってるんだけどその傘を差してると、で砂漠みたいなところを歩ってる絵面がこれ多分エルトポオマージュだよねっていう感じでちょっと一回触れたんですけど、まあそのエルトポを作った人ということです。で、まあ、当時の要するにニューヨーク最先端ピープルたちをまあ魅了したわけですよ。まあ、それで、中でも、その、例えば、ジョン・レノンが絶賛して、今回の中でもさ、ミック・ジャガーとさ、そのアンディ・ウォーホルのね、あの、ファクトリーで、いろんなセレブがいる中で出会った話。あれなんかさ、ただ聞いたらてめえ俯瞰してんじゃねえぞって話に来るかもしれないけど、当時のニューヨークではおそらく、やっぱり、ホドロフスキーっていうのは注目のアーティストで、なんならちょっともうヒーローだ、ちょっと有名人だったわけですよね。だから、ミック・ジャガーから言ってくるってことは十分あり得た。時代でジョン・レノンも絶賛して、そのビートルズのあの事務所の社長のアラン・クラインさんが配給権を買ってと、だからまあでその後もホーリー・マウンテンとかもお金出して、だからクレジット入ってますけどね。でまああとその日本では言うと1972年に1回あのメキシコ映画祭っていうので1回だけ上映して、でその寺山修司さんが当時大絶賛したみたいな感じで、まあ要はその1970年代の伝説的映画として、まあ非常にこうすでに名前は大きくガーンってなってたんだけど、その割に日本ではずーっと80年代まで見る手段自体なかったわけですよ。伝説化だけ話だけでかくなっちゃって、でそれゆえもっと伝説化していく、まあそんな感じの作品だったんだけど、でそれが一気に変わったのが80年代後半にですね、まあ要はホームビデオが普及して、
でそのホームビデオの普及で、まあ、いろんなこう、ソフトがこう割とこう手軽に見れるようになって、その流れの中でですね、ちょっとしたその80年代後半、いわゆるカルト映画ブームみたいなのがまあ起こりまして、でですね、はい、ここで私、私の、ね、資料をまたまとまりました。もう一つね、私のフル雑誌コレクション歴史的資料、宝島、1986年10月号にですね、究極のカルトムービーカタログ2という特集が組まれているわけですね。これ2ってぐらいですから、まあ第2弾なんですけど、ということでカルトムービーそのブームが非常に来ている感じというのはこれに現れていると、宝島1916、これ要はおそらく当時あの編集部にいた町山智博さん、皆さんご存知映画評論家町山智博さんの記事ですよ、これ絶対町山さん仕事ですよ、間違いなく、というね。でその中であのもう亡くなりになってしまう箕輪敦雄さんという方がですね、エルトポを紹介していると、はい、で僕は当時あの高校2年生だったんですけど、多分この記事で初めてエルトポ、あ、これがエルトポだみたいな、初めて知ったという感じだと思うんで、僕の世代には結構その宝島の町山さん経由で知ったっていう人結構いると思うんですけど、はい、であのこの記事の中でもですね、まあ、いかにこれが伝説的な作品かっていうのを箕輪さんがこう紹介して、最後にですね、なんとこれが10月24日、この86年ですよ、東京ファンタスティック映画祭で上映されるっつって、夢みたいって言ってるんですよ。そんぐらい見れなかったわけですよ。夢みたい、やったって書いてある。で、翌年の、その評判を受けて、1987年の3月に渋谷、東京だと渋谷のパルコ、スペースパート3、今のシネクイーンと、で一般上映して、僕はこの一般上映をこれ見に行ったと。伝説の映画、見に行ったわけですよ。ここもうだから、高2の冬ですよ。高3直前ですよ。勉強しろっていう時期にね、言ってるわけですけど、感想は、なんかその、噂に聞いてたような難解さみたいなのは全く感じることがなく、僕の感想はバカみたいなんですけど、忍者武芸帳みたい忍者武芸帳みたいで超面白いっていう、普通に超、普通にって表現は当時これなかったけど、今で言う、普通に超面白いじゃんっていう、そういう感じでした。もうガンガン上がってですね。まあ話自体も、前半はマカロニウエスタン的なですね、まあ敵が鬼人変人の敵がいっぱい出てきて、まあ砂漠で対決して。で、後半は、日本人にわかりやすく言うなら、恩州の彼方にみたいな話になっていくと。はい。いうことで。まあそこの、で、そのタッチが、まあこう、ホドロスキーとして、人は自分でも認めてますけど、映画に関してはこの時点ではまだ素人に限りなく近いので、普通だったらここカット足りないよね、みたいな、とこがあったりとか、そういうのも含めて、それも含めて非常に前衛的な印象を受けるんだけど、まあ60、70年代的なそのアングラ表現っていうのもあってね、まああえてエグい描写、まあ露悪的な描写が多いっていうのもありますし、あとまあそこに東洋的なスピリチュアル要素みたいなのが入ってる。これまあ時代感、時代感だって言っちゃえばそうなんだけど、まあ例えばですね、その流れで翌年やっぱり公開されたその次の作品ホーリーマウンテンっていうのもそうなんですけど、これまあ自由度ぶっ飛び度といえば、エルトポよりさらにぶっ飛んでるホーリーマウンテン、っていうのもあるんですけど、まあそれも含めてですね、まあいかにもその60年代70年代アングラ表現っていうようなね、その鷹のくくり方ができなくはないかもしれないけど、でもね、その決して難解っていうかそういうわけじゃないんですよね、僕の考えではっていうか、多分本当にそうで、今回改めて見直しても、例えばホーリーマウンテンとかぶっ飛んでるし自由なんだけど別に難解じゃないと、むしろあまりにもストレートに伝えたいことを表現しすぎているために面食らうだけだと。まあ、例えばその、普通はこれ、比喩的表現とか、例え話で済ますところを、本当にいちいち具体的な絵にして見せるみたいな。僕昔から言うさ、サッチャーは鉄の女って言った時に、本当に鉄の女を出す感じの表現っていうか、はい。なので、普通の表現に慣れてる頭だと面食らうというだけで、素直に受け取れば実は意外と何回でも何でもないっていうことがある。っていうのもあるし、あとやっぱ基本的にはね、僕はこれの理解の仕方では間違ってないと思うんですけど、爆笑できるんですよ。もうエルトポにしろ、まあ、ホーリーマウンテンにしろ。エルトポのそのミッドナイトシアター上映とか大爆笑らしいですから、もう本当に。要はもうしょうもないギャグもきちんと入れてくるあたり、これらが信用できる男。まあ、今回のそのさ、ホドロスキーのデューンで彼の語る口見ればさ、すごくユーモラスだし、そんぐらいのことやるでしょと。例えばそのホーリーマウンテンのさ、まあ、言ってることはものすごく崇高なメッセージなんだけろうけど、例えばですね、機械を生かすっていうシーンがあるんですよ。マシンを。機械をこうやって、そしたら機械が、あーんみたいな感じになって、どんどん機械がこうガシャンガシャンってこう展開していって、あーん、あーんみたいになって、ブチューってなんか液みたいなのが出て、そこからもっと小さい機械がほにゃーってこう出てくるとか、もうバカすぎるっていうのとか、
あとなんだろうな、なんかあの美術家みたいのがね、いかがわしい、まあ要はそのこの世のさ、そのお金持ちみたいのがいかにこうバビロンかっていうかさ、あの巨色に包まれてるかっていうそういう描写なんだけど、美術家みたいのがなんかこう女体がこう実際にこう動いてるこう美術みたいので、それをこうもみもみしたりとか、あとなんかね、人間見た目だっていう、そういうまあこう美容系の仕事で儲けてるっていう、まあこれもバビロン系描写で、棺桶の中にある死体をこうリモコンで動かすっていう描写で、うん、そこでもうリモコンの中でストリップもできますって、こうやっておっぱいこう出してあーんこうやってとか、あとなんかあの瞬間移動できる超能力を持ってるね男が出てくる、だからその聖なる山にね、もう余裕で行けるから俺瞬間の移動できるから、ただね俺ね水平移動しかできないんだよっていうほらもう余裕わーっつって、ただね水平しかできないっつって、だから永久に山に登れないっていうバカが出てくるとかですねあの、まあ、笑っていいとこっていうのをちゃんと入れてくるあたり信用できるっていうことだと思います。でまあその後ホドロフスキー日本では90年にあのサンタサングレ聖なる地っていうのがまあ公開されて以降はちょっとその、まあ、実際映画もあんまり作れなくなっちゃったりなんかで現代に至るって感じなんだけど、ちなみにとはいえこの日本はですね、世界の中ではホドロフスキー作品は実は見やすい環境だったということは、それこそ今回のドキュメンタリーのタイミングで改めて知りましたね。あの要はソフトがちゃんと出てる、劇場公開が出てるし、ソフトがちゃんと出てるだけ全然良かった、むしろ世界中のいろんな若者は日本製のレーザーディスクで見たんだっていう、まあニコラス・ウィンディング・レフィンね、今回も出てきます、あの非常に、ホドロフスキーとは親しくて、っていうね、あのオンリーゴッドでね、あのホドロフスキーに謝辞というか最後にあの思わず捧げるって出るのはそういう経緯だったんだっていう、あの僕オンリーゴッドね、鈴木清純イズムなんて言いましたけど、ホドロフスキーイズムだったっていうね、なんか言ってましたし、あとはなんだ、まあ、その今回の監督のフランク・パビッチさん自体が日本製のそのレザーディスクでようやく見れたんだみたいな、 VHS のコピーのコピーのコピーで見てたんだけどみたいなこと言って、はい、ということでございます。で、まあ、日本では見やすかったっていうのはあるんだけど、まあ、サンタサングレ公開以降はまあしばらくはちょっと落ち着いてたんだけど、まあ、このタイミングで時ならのホドロスキーブーム再来、まあ、新作リアリティのダンスというね、23年ぶりの監督作が出ますったりするということで、でちなみにですね、このホドロスキーという人はですね、映画だけではなく、そもそも前衛演劇の世界でも非常に成功はそもそもメキシコ時代にしてた人だと、あるいはそのデューンが頓挫して以降はコミック原作ね、であるとかですね、近年はあのサイコマジックという独自のその心理療法、でまあこう活動してたりとか、これまあ簡単に言えばなんかすごい呪術的な、話だけ聞くとものすごくうさんくさい方法を使うんだけど、要はそれによって無意識側を騙すことで心を治療していくみたいな、まあそういう治療法を大雑把に言えばそういうこと、サイコマジックって、そのサイコマジックを元にした、その手法を元にしたホドロフスキーのサイコマジックストーリーという日本題がついた映画も作られたりしてます。はい、ホドロフスキーも一瞬だけ出演してて、というでまあ御年85歳ということですから、まあ元気なんだけど、まあ要するにこういうことです。先ほどのね、鴨さんのあのメールにもあったようにですね、要は作品そのものに自閉するタイプじゃなくて、常にその表現を通じて、まあ、大きく言えば世界を変革していこう、周りに働きかけていこうとするタイプの、周囲の人間を巻き込んでいくタイプの、まあ言ってしまえば、この言葉を使わせてもらえば古代妄想家型タイプのアーティストであるということです。なので、まあ、今回の映画で描かれたような、その夢の企画っていう時もですね、要は、それが、普通に考えたらそれ実現不可能だろうとか、そんなのことやってたらハリウッドじゃダメだよっていう、そんぐらいの企画であること自体に、元々の常識で考えたら実現できない企画であること自体に意味があるタイプのアーティストだし、だからこそ妥協して完成させたりするより、その戦いのプロセス込みで作品なんだっていうタイプの人っていうか、ことなんですよね。で、逆に言えば、まあ、例えば今回の監督のフランク・パビッチさんのような真面目な人が丁寧にその事実を拾い上げて、我々に分かりやすく提示してくれるような今回のホドロスキーのデューンという作品、あってこそ、やっぱその全体像はつかめるというのがあるので、やっぱあのフランク・ハビッチさんありがとうって感じでございますね。だから今回の作品そのものに、例えば、ホドロスキーの作品みたいな爆発力とか、があるわけではないというのはお断りしておきたい。どっちかというと見た人にそれほど感想の差が出ないタイプの、あの割と資料的な映画だということはお断りしておきたいと思います。はい、でまあ実際ですね、じゃあね、そのホドロスキーのデューンが本当に作られていたらね、やっぱ正直多分さ、まあ、荒の方が目立つ作品になっていたりとかですね、まあ、なんならデビッド・リンチ版以上の失敗作と見なされていた可能性も全然
高かったりするわけじゃないですか、だし、まあ、フランク・パビッツさん監督さん自身もインタビューで言ってることなんですけど、まあ、じゃあ今から仮にね、ホドロフスキーの当初の構想面に、まあ、忠実に映画化、まあ、今の技術だったら限りなくもうちょっと簡単にできるでしょう、したとしてもこれもフランク・パビッツさん言ってるんだけど、要はあまりにもその本作の影響がすでにいろんな映画とかいろんな作品の中で普遍化しすぎていて、実際に作っても今見てもそんなに革命的な作品見えない可能性が高いんじゃないか、まあ、実際そうだと思います。でもそれって本当の意味で革命的ってことですね。みんながもう革命されてることに気づいてないぐらい革命的っていう、はい。ただですね、僕これは言えると思う。あのさ、途中もう彼がね、あのホドロフスキーがインタビューに答えて、お、な、1時間半にまとめろって言うんだよと。私はね、12時間の映画、いや20時間で、あのこれ盛るところがやっぱホドロフスキーの20時間の映画が撮りたいんだみたいなこと言うじゃないですか。で、そのゲイリー・カーツっていうさ、あのスター・ウォーズとかも手掛けてるあのね、あれが、まあそんな映画誰も見ないからって言うんだけど、いやいやいや、今ビッグバジェットね、映画人が参加したビッグバジェットドラマシリーズブームだから、今だったら実は全然ない話じゃないんですよね。はい。だから12時間20時間かけなければ描けない世界観ってあるじゃんっていうホドロフスキーの考え方は別に間違ってなかったわけですよ、商業的にも。だから面白いっていう人いっぱいいるんだからさ。はい。ということだと、まあ、あの一応あの砂の惑星自体は前に一巻だね、テレビシリーズになってたらするんですが、ということでございます。まあ、ということで、まあ実際に今見てもどうかわかんないという意見もあるんだけど、でもさ、とはいえ前編で見せられるそのメビウスのコンテとかクリス・フォスとかの、あとギーガーのコンセプトアート、やっぱ今見てもワクワクするような新鮮味がありますよね。特に僕ね、クリス・フォスの宇宙船のデザインは、なんていうかな、ちょっと生物的なっていうか、なんか熱帯魚みたいだったりするようなあのデザインは、要はですね、スター・ウォーズの成功以降定着した宇宙船のモダンな形じゃない方向の進化っていうか、スター・ウォーズが成功していなければっていうその SF 映画のデザインの方向性を想像させてすごい楽しかったです、これとか。もちろんその疑似的に再現されるホドロスキーのデューン、その様々な場面も面白くて、まあ、原作からこういっぱい変えてあって、あの原作と変えたことをですね、あの、レイプっていう風にてらいなく表現するホドロスキーってっていう レイプしないとねえなんつってバカ野郎っていう、まあ、でもとにかくこういうことで何が楽しいって、やっぱりそのホドロフスキーさんの語り口そのものが面白いんですよ。もう一種の話芸なわけですね、やっぱね、あの人まあ役者でもあるから。で、例えばさ、そのね、スタッフ AKA 魂の戦士たちをね、まあ、そのホドロフスキー大好きだっていうその7人の侍ばりに集めていくプロセスの、あんたそれ絶対持ってんだろっていう風に思わざる、ついつい思ってしまう、面白すぎないエピソード。でもフランク・パビッツさんも、いや、これ持ってんだろうって取りながら思ってたんだけど、他のいろんな関係者にインタビューしてみたら、普通に裏が取れたりするから驚いちゃうよねって。まあ、ピンク・フロイドの話なんかまさにそうみたいだけど。とかですね。あるいはやっぱこれですよね。最高なのは、そのデビッド・リンチ版ですよ。デビッド・リンチ版をね、まあ、デビッド・リンチ才能あるかな、俺より上手く撮っちゃうんじゃないかなって、こう、恐る恐るね、こう、ヨロヨロと息子に連れられて見に行った時の、素直すぎるというか大人げなさすぎる反応、これほんとぜひ皆さん見てください。もう最高ですから、はい。で、気持ちは僕はお作り手としてすごくよくわかるところだし、ここは、はい。あ、ちなみに余談ですけど、デビッド・リンチ版ね、ホドロスキー版と比べて、まあ失敗作って言われてるけど、あの例えばあのフェイド・ラウサーっていう役ね、デビッド・リンチ版だとスティングがキャスティングされてるんだけど、これホドロスキー版のさ、要は、フェイド・ラウサーにはロックスターをキャスティングするっていうのを踏襲してますよね、これね、はい。デビッド・リンチ版、まあ僕あのナビゲーター、あの航海士とかのとこと全然嫌いにはなれない映画ではあるんですけど、という、はい。ということで、まあそういう楽しさいっぱいあると。で、ただね、デューンの中止もイエスだね、何でもありだみたいなこと最後言い出すじゃないですか。なんで、まあ力強い。で、そのイエスだっていうそのところにもうカメラが、監督が蹴落されて一瞬そこだけカメラがブレるほどの、気力、ね、気迫っていう、まあそれは素晴らしい。全てを肯定する境地ってのは素晴らしいんだけど、ただそれはあくまで最終的にたどり着いた心境であって、例えばこのドキュメンタリー中も一瞬やっぱりね、私はすごい映画が作りたかっただけなんだ。シュンって。やっぱ一瞬見せる寂しそうな表情とかも含めて、それは挫折の重さみたいなのは、これは我々には計り知れないものがある。あるいはその関係者、特にやっぱあの息子のブロンティスさんの言う言葉、もしこの映画が作られていれば、夢に見た人生が手に入ったんだって言うんですよ。今とは違う人生がって、これ切なすぎるし。あとやっぱり僕はさっきから何度も言ってるダン・オバロンさんですね。ダン・オバロンさんはこの後、メビウスと組んで短編漫画、ザ・ロング・トゥモローというのをね、手掛けるわけです、原作を。このザ・ロング・トゥモローという映画は、リドリー・スコットの、まあその名声を確定したブレードランナー、
あるいはサイバーパンクというジャンルの、に大きな影響を与えて生んだその作品と呼ばれているという。だからそのダン・オバロンさんは本当にもともと僕ら大好きな人だけど、本当にもっともっと評価されるべき重要人物だって。だから本当にあのダン・オバロンさんのなんかドキュメンタリー作ってほしいぐらい2009年亡くなってしまいましたけど、ということ。とにかくその、ただの体現相互じみたことだけ言う、でかい口だけ高く人たちの話じゃなくて、実際に作ってたわけだからということ。はい。だからこそ終盤、彼らが世界に何を残したかっていうのを畳みかけるように見せるところで、僕はやっぱちょっと涙が出てきちゃいましたね、やっぱね。はい。で、例えばあそこでいっぱいね、この映画にも影響を与えてたっていう、作品以外にもですね、結末、あれも似てるなみたいなところは確か似てるなみたいな後年の作品本当多いなと思ってます。例えば結末のね、全員がその主人公は死ぬけど、その精神はみんなに受け継がれて I'm Paul I'm Paul って立ち上がるっていうそのラストの構想、これ例えばマルコム X のラストじゃん。 I'm Malcolm X I'm Malcolm X、 あるいは、砂の惑星に緑が命が満ち始めたその結末、スタートレックカーンの逆襲ね、であるとか2010とかださ、あと80年代 SF ファンタジーに多かったスピリチュアルなエンディングな、例えば幻魔大戦ってあれはまあアンカル経由なんだけど幻魔大戦のエンディングだとか、まあ、そんないっぱいあるじゃないかみたいなことで、あるいは誠に僭越ながら、まあ、自分がその場で成功しなくても自分が表現したもの、あるいは自分がそれを一緒に作ったもの、あるいは自分の影響下で何かを始めた人、自分がフックアップしたりどこかに紹介したりした人たちが後に成功して世の中に自分が考えていたビジョンがいつの間にか浸透してるっていうのは、これ本当におこがましいようですけど、僕が例えば日本語ラップっていうのを、まあ、25年前に始めて今に至る時に実感してることだったりする。これずっとものを作り続けたり表現し続けたりしてる人はどこかで感じる部分だったりするんじゃないかと思うんですね。はい。で、まあ、実際その本作もさらに実りがあってこれを作ったことで、そのミシェル・セドゥさんっていうね、元々のプロデューサーと和解してリアリティのダンスが作られ、それに息子ブロンティスがホドロスキーの父親役で主演し、というこれも感動的だし、あのリアリティのダンスのこの作品自体がホドロスキー自身に対するさっき言ったサイコマジック診療療法的な作品で、要は彼の、特に両親、特に父親との関係っていうのを作品でもう一回その浄化し直すみたいな、作品でもある、まあ、マジックリアリズム的判事伝みたいな感じで、これもすごい面白かった、これを生んだっていうのでももうすごい成果を生んでるしということで、ぜひまあこれそのこのタイミング合わせて見ていただきたいんですけど、あのこの今回のホドロスキーのデューン見るのにですね、ホドロスキーに関する前知識は全くなしで大丈夫です。これが入門編なので、あえて言えばエイリアンがどれだけすごい映画は分かっといた方がいいかもしれない。それだけ分かってれば十分だと思います。はい。あとあのデューン本の完全コピー本みたいなの結構高くてもいいから誰か作って5万までなら出します。ということで、ぜひぜひ劇場であのリアリティのダンスと合わせてこのタイミングでホドロスキー作品、ウォッチメンしてください。 Which movies are inside the capsules? Movie Watchmen.